年だ長いでしょ。こっちに来てから日本語。ああ、そうそう。日本語？そうそう。キューバは何語？ここは基本的にスペイン語。スペイン。スペイン語。スペイン語。英語も話せるんですか？ああ、話せますよ。何カ国語話せる？はい、スペイン語だけで。スペイン語、インコシュ。スペイン語。英語、英語、うん、あ、すごいね。あ、そんな。平塚に住んでる。あ、東京から来ました。東京から。東京この前釣り見に来ました。東京の東京ドーム。すごいつけてる。あ、みこしね。みこし。あと横浜もいっぱいある。すごい、すごいでしょ。帽子もおしゃれ。ありがとう。自分で作ったんですか？そうでございます。オリジナルだ。英語に手ぬぐい買って着て貼った。足袋も履いてる。壁越しした、うん、あ、これね。でもこれはもうボロボロ、ちょっと小さめで。いいじゃないですか、西川。ほんまや、足切らないようにせな。じゃあ後で映ってちゃう。これもす後です。もう綺麗に行ったことある。はい、行った。でも大人しい祭りでしょ。まあそこ、この前しないですよ。伊丹の天満宮の、水木祭りという祭りだ。ああ、梅祭り。水木、水木、水木って伊丹の天満宮。ああ、の学問の神様ですよね。そう、あそこは菅原の道さね。2月がいいですよ、梅。ああ、梅祭り、はい。まあ天神祭りは、梅2月、3月。まあそこ行ってないけど、でも東京の湯島天神とか行ったことある。でも2年前ここら辺なんですか？いいよ、私は天神族で。あ、天神族でここに。あ、これ初めて見たんですけど、この後今三島に戻ります。戻って、で横の前の新地通りっていう通りを、はい、今子供たちがパレードで平塚の七夕踊りっていうのを踊りながら今パレードしてるんですけど、このパレードの後からこの神輿が入って、三島神社に戻って、ね、この波紋、明日の波紋りもなんか茅ヶ崎、はい、じゃあ明日の茅ヶ崎。まあ何回も行ったことある。行きますよ。ここ終わって朝4時か5時くらい。とも、神社の距離による、時間も早く、一番早は早いわと寒川署にある神社。寒川神社、恨みの、夜中、夜にもう見やがって。あとそれ神社海から距離によってと1日や2時バババば5時、6時のところまで。一番早いは、夜中12時。もうこの方が有名です。あ、そこは でも向こうとこれ先生違うよ。あ、no、これはもう、まあ、これ綺麗だけども、向こうは30キー、神社は34社だけれども、よく知ってる。一つの神社に木みこし持ってる神社あるから、それで余白になると思います。でもそこは半端ない。そこは本場と、まあ、考えた方がいい。はない。